そう、これは厳しい。前回同様、先に3勝しちゃいましたね。ちょっと初の連携がね、どうしても何かを一点読みしないといけないので、その何かを読み間違えてしまうと、そう、大ダメージプラスまたは同じ状況と、何かを通さない厳しいんですよね。あ、これね、なんだろう、かなり厳しいこの状況を何とかしても打破していただきたい。全国の団結会に顔を立たせるの希望を見せてほしい。バックステイ狩られていきますが、2、2発刻んでるで大丈夫。しかし状況は最悪。まあそうなりがちですね。中段当たって、その後の透かし下段、これ本当落ちないからとにかくこれが厳しい。あーっと、さあケジー、ケジータオカがやりたい放題。おー、真上に耐久ないだけでこれがどんなにきついかって話ですよね。さあこれは本当に厳しくなってもらいました。さあ暴れなきゃしょうがないんですが、先ほどまでたくさん暴れつぶししてたのでなかなか暴れられない。いいシーダメタグっていくスカンシゲラン、おっとワンチャンしてるか。さあ一回捕まない、捕まりたくないけど捕まえないといけない。ロフィー、ポクセ中段当たる、サボか、もう一回裏回り、こういうの使わないと無理。このままそうエグギ当てて、エグギ使わせてからの立ち回り、こっからが大事です。さあオーバーロクシーバースト、この一本は大事にしたい。さあ相手に先に果たしたけれども、ザンリーチもずってちょっと強気ですね、今のコマネ。サンシーニリ、これは拾える、ロクシー当たらない、フラグ外してボスが当たらない。緊迫の試合になってる。投げて、あとここでゲージ 100% になってしまう。アスラ、さあここで切り返したい。かー、状況は肯定しない。スーダンカード、あーっと仕込めなかった、バリアないから仕込めない。さあ今のは仕方ねえか、仕込みもクソもねえからな。しかしあと7カウントなんで我慢してても厳しいよね。逃げ切りはできなかったらな、あのタイムじゃ。4-0 になってしまった。これは第1回からやはりこのカードかなり厳しい。オーバードライブがあるとはいえ、ファーストに回すべきだったのかという感じは、ていうかもう死にかけの状態で溜まっちゃってたから。そうだね、最後に溜まったのは 6C5 だから、ちょっとどうしようかというところだったと思うけどな。 4-0 の状況、攻めけ、お、ディレイアンコール、ディレッパ潰しですね今ね。おーっと 2D が機能するんだが、カウンターさえしなければ斬新。逆を言うと多分誘ってあれでジャンピーでカウンターを取りたいんだろう。こういうの狙わないと厳しいんだろうね。そうかなり厳しい。あーっと投げが、ナオカカの攻めは続く。ここでバーストしてダンとしても切り返したい。逃げかとして、うわー、ジャンエー投げ2発目に仕込んでいく。これ死んじゃうの、おっと、ラッキーオーバー、オーバードライブですね。しっかりガードしてる、しっかりガードしてる、おっと裏回る、
これは厳しい。平成剣移動技と機能しやすすぎますからね。特にバングはね、下に強い長いのがないからね、マッチしちゃうとほぼ隠れ確定でしょう。明日はもう本当どうしようもないですね、これ多分。男子がバッ、おっと今のはちょっと出なかったね。これですね、こういうのでしないと。あ、かくったな。まあ、総称が打つか打たないかで見かけですけど、総称が打っても直がされたら確定ですからね。そう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 、だから、どうしようっていう。これ投げ投げ、あーっと、航空ジャンディズラッシュで中断。徳川で落としたくないかな。いい座敷イリードス、さあここから、このワンチャンス生かしたい。さあ、ゲームが止まる前にもう一回ダウンを取った。なーにり釘で落ちてきて、しっかりバリア張ってる。しっかりガード、うわーっとタブゴブリしない。三振当たってくれない。捕まえたいが、なんでバンガーのレンジャーになってんだよ。中断ドンス。さあここから、うまい、起き止め、おーっと、まだどうなる、どうなってるんだ。これどっちだ、バングじゃねえか。あー、バングですね。さあこれは断速変わらなかったのすごく大きい。さあここで耐えたことによって流れが変わるから、さすがにさすがバンク。わ、相手にバーストがないってのもすごく大きな要素。ジャンディカウンター、勝ちにカウンター。これは4マイコンですか。マイコンに行ってオーバーのランがある。さあワンチャンスクリーンいった、ここは捕まえてすら1で書いて、おー投げ返して、後ろ投げなんて自身を持って投げてきましたね。中断、さあここで、あ、うまい、今のカウンター確認だ。しっかり、さあここで一生ホグル。さあ、あの我慢しきったラウンドかなり大きかったですよ。ワンチャンス、そう、さっきのラウンドがやっぱでかかったな。あれ攻めてる側結構精神きますからね、あれで崩せなかったのね。ゲージのない状況でいかにタオカカを捕まえるかっていうのが、まあ、前回は言えちゃうんですけどね、本当にバンクはそれに全てを託すしかない。タオカカそんなに強くないし、ね、なんか一回捕まえて吐かして、まあ、次どうしようみたいな。さて 4-1 まで行きました。さあ大きく流れが変わった気がしますが、この後どうなるでしょうかね。うーん、目まぐるしく空中戦。ただ2人の狙いというか、あの爆破君の狙いが結構通るようになってきたんで、これはいろんなものが通ってきましたか、はい、お、さあマックをいった、ここがうまい。さあ山がないのか、まだ山がない。パチリ直下して右からの、おっと投げ上げる、投げ上がれ、うまい。さあここからドクンつかり、おっとしっかり。さあ今のはヘッサー読みですか。うーっと多分6進読みじゃないかな。空気がないこの状況ではペースが作りにくい。おー、おっと後ろにあった、これのせいで投げがタッチジャンディとかが、さあまだ分からない。さあお互いにジャンディ、うわあ、あ、2位が出た。バースト使ってどうなるこれ。いや、あと19、難しい。さあお互いに捕まえたいな。あっと、あっと
うわこの一歩はでかいですよ。だいぶ流れが変わってきた感がありますね。うわいきなり2つ突っ込んでくる。同じ首接しちゃった。さあワールドが広がってきました。バカ忍法ですかこれが。さあエンジンがかかってきたか場所なんで。ギリどうして福田くん。いややっぱ残念見せてると手出しにくくなりますね。そうこれこれ、うまい。あっと、でもちゃんと派生して対応した。これは補正結構緩かったと思うんですけど。さあでも状況重視かな。うん、なんか。ここは吐けないですよね。ですよね。で、オーバードライバー開幕、ドキュンブさあ、面白い動き。まあ、マスクさん、ガルベルトちゃんと見えてるからなぁ。あー、展開が早い。フェンスは作らせません。はじめに出して、これは美味しい。さあ、立ちこない、これは美味しい。あー、ダッシュビービダッシュゴミが出ない。いや、しかし毒はでかいでしょ、これ。8人しっかりガロー。補正的に今ゴミ行かないと拾えないので、ぐっとヒヤッとする。リリー、ノーマルヒットなら大丈夫。残念。あーっと、剥がされて、しっかりと決めていく。さあ、流れがバグさんに行ったか。さあ、今のジャンディーからはちょっと、お互いの精神力の差が出ちゃった感が。あー、の状況でもバースト、あー、まあ、使わせなきゃ厳しいよね。これで 4-2 か。4-2。おっと、流れが。4連勝した後に、2連勝。やっぱりさっきのあの1ラウンドですよ。そうね。あの1ラウンドでいきなり変わった。あれ、だって耐えた側相当テンション上がる。やばいよね、あれね。攻めだけじゃないと。いうことですね。やっぱ格闘ゲームはこれ守りも大事だと。いい見本なんじゃないですかね。これはジャンディの使い分けが本当にうまい。さあ、バカにしてるような暴れ方プラスしっかりバリを張って逃げてると。しかも多分出るか出ないかの最低空でやってるから直撃しにくいんだろうね。でとっさに手が出せない。ちょっとね、あれを練習してるのかと言われるとしてないので。怪しいね。さあ、だいぶ精神的に変わってきた流れですよ、これは。おっとおっと、ダメにしい。多分、ダメらしいだと思ったんだよな。いや、でも当てにあれ、あれました。ガードポイントどうしたかもしれない。なるほどね。おっと、投げつかる。さあ、ベビー君の方の動きを変えてきましたよ。1位、おー、つながった。カウンター。足からは何としても逃げたいんですけど。バーキャンやる、バーキャンやる、バーキャンやる。あーった、ラッキャン使ってのスパシェダン。ドバイスで完全にだもん。さあ、厳しい。バリアゲージが足りない。おー、めぐり、めぐった。あ、うまい。投げて前投げ。あー、ここにしてリエ投げ通していく。させていたのが一発でしょ。今アシュラ食らっても死なない体力だったんで強気に行きましたね。アシュラあんまり状況打破できないですからね。あと行って大噴火打つわけにもいかない。おっと、ここはめるまそう。パチリ通して、カウンターして、あーっと、ジャンキャン君がちょっと高かった。逃げて、ジャンディ。あと、ジャンシーが下がってる。早めのバス、おお、足が届く。あ、でも、あれ当たるんですね。当たるんだね、そういえば。だいぶ、もしかしたら変わったのかもしれない。あーっと、でもやっぱダメージ下にも強くなりましたよ、これ。ね、当たってるもんね。昔だったら完全に絡まってる。そう、スパってるから。
あ、やっぱ手出せねえって、やっぱ。投げ、この一発からいきなりトースが、タオカカに転がりそうな感じしますが、上に逃げ、通していく。三振。しっかり直って。ぶっかけて。これは拾いまして、しっかりと1-1まで持ち返す。2人とも遅らせ投げにしてきましたよ。後転、後転読んだのがすげえな。ていうかもう、あそこを読まないとダメでしょ。行くしかねえんだろうな。あーっと、いろいろあった、大丈夫。2B、1と 2B の打ち合いは発生の範囲なら田岡か。ブラハキ投げ、ちゃんと抜ける。わあ、2D 巻いてるから、逃げにくいけど、うまい。おっ、パチ、白重い。さあ、パチ、あ、届かなかった。さあ、しっかり下がりくらいのルートに行く。画面端でご招待。あ、暴れて、次。ゲージがないのに6秒打ち切った。食られても A 系統だけだったら、しか知らない。あ、これは流れ止めたかな。オディで殺していく。間に合うんだね、あれ。どれだけ人情に会えるの早いかって話ですな。キャンセルオーバードライブでプラス5フレ、あ、6か。それはヒット確認もできるって話か。5の2、5の2。